何してるの？鏡に向かって話しかけてたの？ねえ、戦え、戦えって。ねえ、戦え、戦えって言ってたんだよね。戦え、戦えって。何と戦うの？戦え、戦えって2回言ったってことは、2回戦があるのかな？黙ってちゃわからないよ。普通はそんな一人で喋ったりはしないと思うんだ。私は鏡に映る自分に話しかけたりしたことがないからさ。その髪型、かっこいいと思うよ、私は。ちょっと乱れてる感じなんか、頑張って無造作に見えるような努力が伝わってくるし。何しに来たんですか？何って、話しに来たんだよ。初めて会った時なんて一晩中巨人について語り明かしたじゃないか。私の一方的な話を君は聞いてくれた。私は確信してた。君がヒストリアを犠牲にすることはないって。君と焦燥感を共にしたつもりだった。でも君がなぜ単独行動に出てこの島を危機に追い込んだのかがわからない。もうヒストリアはどうなってもよかったのかい？俺は潜水の巨人を食いました。え？この巨人の能力は地面から自在に硬質化を操り、武器でも何でも生み出せるわけです。つまりどれだけ深く硬い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。俺はいつでも好きな時にここを出られる。当然思想を持つ俺を殺すこともできない。いくら脅したところでジークを殺すわけにもいかない。つまりハンジさん、あなたに何ができるって言うんですか？教えてくださいよ、ハンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。エレンのエッジ、未だに反抗期かよ、バカ、若者。